こんにちは、 SBFJ 利根川です。サムネの漢字読み方は元入りでした。詳しい意味については釣りをしながらお話しするので、まずは腹ごしらえ。ラーメンショップでネギラーメンの中盛りをいただきます。ボリューム満点でうまい、最高。荷物をまとめて今日釣りをする場所へ向かうと、釣り人の天敵センダングサがくっつく気満々で、こちらというよりも全方向に棒状の種を向けています。右手に鎌を持ち、ささっと対処しちゃいましょう。ここから向こうに向けて投げます。吐き出しに向けて、いやもうやだよ、こんないっぱいついちゃったよ。またひっつき虫が。釣り台の準備完了しました。よし、釣り台の展開が終わったので座ります。カメラに映りにくいので、この辺を狙います。よし、やるぞ。北河原用水の美味しい水を確保。思ったより暑いので、コカ・コーラプラスをいただきます。月光やばらの十尺を使っていきます。どこまで届くかな。1.5×10尺、これ前使った気がするな。おもりは流れもないし 0.5 でいっか。餌は綿グルト式にしようと思ってましたが、どうやらなんかジャミが多いという話も聞くので、ワタグルとシンベラそこにしちゃいます。ワタグル25のシンベラグルテン、そこを75にしましょう。もし持たないようなら、ワタグルの比率をもうちょっと増やします。忘れてました、コンパクトタオル給水。ゴミは持ち帰りましょう。こいつ持ち帰るか。見知らぬ人の捨てていったゴミ、ひどい。水を100、ぐる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 てん、ぐるぐる給水。ちょっと柔らかいかも。20円も引かれてしまったモチプヨ、かわいそうなモチプヨを救助しました。あくまでこれは救助活動です。救助したモチプヨをいただきます。モチプヨン。よし、5度目の1投目よろしくお願いします。あ、でも5回やってないです。5度目の1投目よろしくお願いします。よいしょよいしょ。さてさて、1投目を終えたところで、実はやばいです。何がやばいかって、時間です。現在の時刻は15時56分。ラーメン食べてる場合じゃなかった。草刈りしてる場合じゃなかった。服についた千段草ちまちま取ってる場合じゃなかった。今の時期16時半には暗くなり始めます。浮きに反応が出始めた頃、すでに16時22分を指していました。え、これはスレでしたが、この子のスレなんだろう。わからん、ごめんね、スレ。せっかく反応が出始めたのに、もう暗くなってきちゃいました。タイムリミット近くの空振り。
ダメ押しでグルテンに進化をパラパラとまぶします。すると早速反応がありました。食ってなくて外れちゃったっぽいです。しばし呆然。うわ今何だったんだろう。悔しい。ゆうまずめに差し掛かってるからなのか、向こうで小魚のテンションがやばいです。見えますかね、パッシャンパッシャンしてるんですよね。パッシャンパッシャン激しすぎる。あれは全部オイカワなのかタモロコなのか口細なのか分かりませんが、ともかくすごい。魚ということくらいしか分かりませんが、暗くなって浮きが映る限界の一歩手前という感じです。これが本日最後のヒットになります。初めて釣れる魚だ。え？食ってない。もしかしてお主食ってない？判定。残念ながらこのままぶなさん食っていません。食ってなかった鼻っ面ごめん。翌日あまりの悔しさにまた来てしまいました。今度はカメラアングルを変えて対岸から撮ってみます。ここでカメラで撮って、あそこの釣り座で竿を出します。対岸から見るとあの階段すんごく雰囲気あるんですよね。こっちはジャカゴの、ジャカゴというか、あでもジャカゴか、ジャカゴを偽装してるというか木で守ってるんですね。向こうの方が雰囲気いいな。よし、じゃあ出していきます。準備で動いてるとはいえ、まるで夏日のような暑さ。12月も中旬だというのに上着を脱いで着座です。じゃあ1投目。ちょうどカメラの向こう側、後ろ側に太陽があるので眩しくて仕方ありませんが、我慢我慢。動画でご覧いただいていた前日と同じセッティングの月光やわら10尺3メートルの竿、餌は四季のベースにしました。反応が割と早く出て、開始10分も経たずに空振り。手で太陽の反射を遮って偏光グラス代わりにしています。偏光グラス忘れちゃったのでつらい。今日は最初から浮きが動いてくれるので楽しいですね。船ではない何かが飛んできちゃった。これはタセコでめちゃくちゃ釣れたウグイかな。食ってはいなかったんですが、釣れちゃいました。ごめんね。さらに30分が過ぎた頃、毎度おなじみ竿から手放しのやつでした。いや、賢い利根川、今回は竿を持ちました。まだ食ってねえの？食ってるよね。食ってる食ってる食ってる。あった。おお、かわいち。初めてマブラさんが釣れました。32ぐらいありました。やった、フナ。ようやく6回目にしてゲット。おい、長かったぞ。よいしょ。 ありがとう。長かった。ここいらで過去を振り返りましょう。これは1月に初めて北河原用水元入りに行った時の映像です。アイダマンと様子見でしたが、全面が凍っていたので氷を途中まで割ったものの、結局この時
1月は竿を出しませんでした。1分半ぐらい生まれたかな。さようなら。1分半は、いや1分ぐらいですかね。ちゃんと撮れているかカメラを確認しに行きます。こりゃいいダイエットになりそうだ。竿12尺 3.6 メートルに変更しました。というのも浮きは動いているんですが、小魚がずっと餌をツンツンとついばんでいる雰囲気しかなかったので、さらにトンネルへ近づいた次第です。これでもダメならさらに竿を伸ばし 13.5 尺でトンネルにぶっ込んでやります。そうそう、元入りの意味ですが、元という字はさておき、土が入ると書いて入りと読みます。これは入り火の略で、土手の下に問い、雨どいと同じ字の問いを埋め、水の出入りを調整する場所だそうです。つまり現代風に言うと水門に併設されたトンネルということになりますかね。実際この反対側には水門があり、ここに流れ込む水の量を調整しています。あれ減ってる。にゃんこだったはずなのに。にゃんこだったはずに。外れて1個ですけど、12尺で幸先いいですね。12尺だったか。トンネル狙い撃ち。よし、ありがとう。うわ、今の針が開いてるので、もう1個も食ってたのかも。食ってたのかもっていうか、もう1個もくっついてるのは水の反射で、あれ GoPro に映ってるかな、映ってるか微妙ですけど、針がこんだけ開いてるから外れちゃったのか。惜しいことをした。あと、なんか大会とかじゃない、なんかどうでもいい釣りの時、開いた針を私は折り曲げます。これ今戻しました。曲げたんですが、針先を確認したらなまってたので、これは交換します。やっぱ針先がなまってる時はさすがにダメです。ベタリ。ちょっとこれさすがに汚いんで家帰ったら掃除しよう。暑い。それにしても暑い。最初は準備で動いていたこともあって、暑いのかなと思っていました。脱いだ上着もすぐ着ることになると思いきや、釣りを開始してから早2時間、半袖のままでも超快適です。今年の冬は例年よりも気温が高くて、暖冬だとかエルニーニョ現象とかいろいろ言われていますが、本当にどうなってしまうのか分かりません。一番辛いのは気温の寒暖差が激しくて体が追いついていかないことです。私の動画を見ている方の割合、55歳以上の方が 56.6% ですから、皆さん体調にはお気をつけください。推定23センチ、いや、24センチ。ありがとう。もう時期も時期だっていうのに、虫がすごい。もう12月中旬ですよ。回想その2。最初に来たのは1月でしたが、次は5月。水が入った後でした。イネ科の雑草が生い茂っていて、アレルギー症状が激しく出ている現地の利根川がお伝えします。イネ花粉がすごくてマスクしてます。もうアレルギー反応がもう薬飲んでるのに出てます。つらい。5月も後半だったので気温は暑くパラソル日和、苦しみはコーラで中和しましょう。うまい。
水位もかなり高いです。いきます。この時に初めて竿を出したんですが、水の流れが速く、トンネル向きと対岸向きの2つの方向でやりましたが、当たり1つもらえず撃沈でした。茶色くなっている部分、釣り台プラス利根川の首くらいまであるので、おそらく水位は1メートル近く変動しているんじゃないかと思います。これはさっき釣ったすぐ後の一頭、もしかしたらトンネルの中には魚がうじゃうじゃといるのかもしれません。ちっちゃいのに元気だな。網から外れちゃった。よいしょ。今度こそ22、3センチのマブラさんですね。ありがとう。そういえばそこにジャンボタニシの卵があります。もう色が抜けてピンク色がないので、おそらくあれは孵化することはないんだと思いますが、ジャンボタニシの生息域広がってますね。ここの北河原用水、1644年伊那忠治氏によって開削、川が整備されたそうです。詳しく調べてみると、この方、大宮宿の形成や荒川の瀬替え、いわゆる水の流れを付け替えることだったり、鬼怒川と小貝川の分流、江戸川、新綾瀬川の開墾など、結構いろいろな川の治水工事に携わっていました。その1644年から約260年が経ち、今釣りをしているレンガ造りのこの場所、北河原用水元入りが西暦1903年、明治36年に建設されました。ブナさんがサイズアップ、最初釣った32、3の子と同じくらいかな、30くらいかな。でもさっきまで釣ってたのよりもちょっと大きいです。ありがとう、泳いだ。長々と説明してしまいましたが、1644年に利根川水系の福川から水を引くようにして、そこを北河原用水と名付けて、レンガ造りの水門を1903年に作ったというだけです。でも1903年、120年前に作られたレンガ造りのトンネル、なんともロマンあふれる場所だと思いませんか。だからこそ通ってしまいました。夏にも来て蜂の巣が作られていたこともありました。見えるかな、あそこに蜂の巣が。あ、この時こそズーム機能使おう。見えるかな、ここ蜂の巣です。帰ります。でもほとんどいないのかな。あそこに蜂の巣があります。さすが8月、過去一水の量が多くて流れが速すぎるので、ドボンでもきつそう。1月5月6月8月、すでに4回目ですが、2回連続で竿を出さずに様子見だけで移動。あとぐにゃぐにゃのスプーンが落ちていたので、野生のマジシャンがいたのかもしれません。これは横に置いて乾かしていた竿をしまっている途中に浮きが動いて大慌てする様子です。とっても楽しい。
なんかちょっと肌が痛々しい子が多いのはバスとか雷魚にやられてるんですかね。アメナマとか、まあ、普通に肉食ナマズもそうか。わかりません。今回普通にトンネル前を狙えていますが、川が水位を下げる頃は草刈りとの相乗効果でそんなところは狙えません。ゴミがずっと浮いていて、ふわ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 。ただこの時も相田さんと竿を出していましたが、何にも成果はなし。まあ、今までご覧いただいたようなことがありまして、こうやってマブナが釣れるだけでも嬉しいんですよ。まず生き物が竿を曲げてくれること、そしてフナが釣れること、もちろん最終的にヘラブナまで釣れれば最高ですが、そうはいかないのがこういう場所。いやー、ここ北河原用水は家から車で片道1時間ちょっとかかる場所にあるので、7回来たということは片道7時間としてもかける2。釣りをして丸2日編集をして考えるのはやめましょう。あ、触ってる。開けて開けて。トンネル前に投げ始めてから割とマブナさんの連チャンが続いて、竿を持ったまま合わせてしまいました。よしよしよし、竿をしまってる時でしたが、浮きが上がってくれたので分かりました。ありがとう。そっち泳いでも階段だよ。今日は来る前にうどんをいただきました。かき揚げ丼もボリュームがあってサクサク、満腹満腹、美味しかった。実はもう日が落ちてきたのでタイムリミットが近づいています。これが本日最後のヒットです。おお、消し込んだけどサイズダウン。スマホを見ていたら当たりを見逃しちゃいました。そして釣れた魚もサイズダウン。マブナさん、ついぞ20センチをこれ割ってますね。18級だと思います。マブナさん、すげえサイズダウン、ありがとう。でも食ってました。竿形成やってたら向こうの方からこの足にピタッと止まって落ちた姿はゲンゴロウじゃないでしょうか。泳ぐ姿可愛いですね。パタ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 。細かい種類は分かりませんが、とりあえず逃がします。逃がしますって、捕まえてないんだよ。足に止まってきただけなので。よいしょ、またな。ゴキブリかと思ってごめんね。何が取れるんですか。ここは一応船とかが釣れるらしいんですよ。釣れる、はい。私もここ5回目なんですけど、まだ1回も釣ってないです。まあ5回目なんで、もしかしたら今日も何も釣れなかったら。でもね、好きな人はね。そうなんですよ、こういうところでなんか竿出してるだけでちょっと幸せなんで。パパッと片付けて向こう側に見える用水路も見ておきましょう。こっちも護岸されてるけど浅、めちゃくちゃ浅い。この橋は何年前にできた橋なのか分かりませんが、昔は向こうに渡るために使ってたんでしょうね。いい雰囲気なのに。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。レンガの雰囲気が好きだった方は評価ボタンをポチリと押していってください。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。